先生、ちょっとお時間もらいますね。去年お話しした通り、今週からはアビドスのみんなで順番にお邪魔させていただきます。よろしくお願いしますね。それにしても寒いですね。ここに来る途中、霜柱も立ってました。実はこの寒さのせいで、この前アビドスの水道が凍ってしまったんです。すぐに修理できましたが、シャーレは大丈夫かなと心配になりまして。もちろん整備はされていると思いますが、念のため一度一緒に点検しに行きませんか？ブルーアーカイブ